23歳男です。4月から塗装会社に勤めましたが、追加前ヘルニアと診断され1ヶ月休みましたが、痛みが完全に引くことはありませんでした。これ以上休むと休職になると言われ復帰しましたが、数日悪化し、今休職の準備をする最中です。休職期間は最大6ヶ月。復職後また痛み出したらその会社を辞めようと思っています。低学歴で車の免許しか持ってなく首にも負担が少ない職業があれば、転職しようと思っています。そんな私でもつまる職業があれば教えてください。えっと、転職の,の復帰後、もう一回ダメになったらもう一回休職してください。 あの、何度でも休職し続けてください。えっと、まず、あの、その、今までのそのスキルっていうのが塗装会社のスキルしかないんだとすると、もう体張る仕事しかないと思うんですよね。今のところあの経験者として雇われるのは。で、その体張る仕事ってヘルニアがある状態では、とてもやっていけると思えないので、なので休職期間をできるだけ長く伸ばして、で、もしその失業したとしても失業手当もらい続けて、職業訓練校行って、デスクワークの側に移るようにしてください。 要はその体を使うんじゃなくて、そのあのなんかマウスをちょこちょこ動かしてウェブで広告を売る仕事だったりとか、広告の最適化があったりとか、まああのデザイナーだったりとか、あのブログを書くだったりとか、動画の編集とか、その体を動かさない仕事の準備っていうのをその給食期間何回もやって、失業保険もらってっていうので、まあ給食2回もらえれば1年ぐらい休めるし、あとまあ失業保険もらえば、多分な、えっ、ー、と、何年か働いた、4月からか。 で、何年も当たられるのか。そうすると失業保険は3ヶ月ぐらいかな。で、職業訓練校1ヶ月とかなんで、まあ、1年半ぐらいは時間稼げると思うので、その間にちょっと別のスキルを稼ぐようにした方がいいんじゃないかなと思います。